今日はですね、横浜山手のおもちゃ博物館トイズの車のコレクションをご紹介します。奥に止まっているのがですね、ボルボですね。あのボルボの形が大好きで、ずっとうちはあのボルボ同じ形を何台も描いて使っています。そしてアストンマーチンですね、 DB11 です。これはですね、 5.2 リッターのツインターボの V12 気筒です。そんなにいるかって感じですけど、色はアーデングリーンっていう、珍しいですよね。とてもそしてですね、ずっと僕が乗ってた車です。ベンツですね。これはですね、オープンになるんですけど、これパコダヘッドって言って、こうくぼんでんですよね。真ん中がこうくぼんだ形になっていて、まあ映画で使われたりですね、結構好きな方がいます。これ現在はですね、トイズのデザインをやってくれている高橋豪君が所有しています。今日乗ってきてくれたんですけど、もうとても綺麗に乗ってくれて嬉しいですよね。これ見てください、 560SL アーマーゲートランクをですね、開けるとここに譲った日のサインがあります。ここですね、2006年3月31日、今のこの車が豪君の手に渡った日ですね。でもこうやってね、あれからずっと綺麗に乗ってくれてるって、もうすごい嬉しいですよね。さらにここに泊まっているのが、僕が23歳の時にジョージ・ルーカスのアメリカン・グラフィティを見て、女性が乗っていた車ですよね、フォードのサンダーバード。これが欲しくて欲しくて、僕の大きな夢だったんですけど、50の誕生日に買ったと。綺麗でしょう。でもとてももう本当に時代を超えていいです。おもちゃと同じですよね。いいものは時代を超えて輝きを増すというね、色褪せない車です。まあ、今日はですね、トイズにある車のコレクションをご紹介しました。また次回お楽しみにしてくださいね。ワクワクします。